テイルズ・オブ・シンフォニア、前回に続いてからプレイしていきましょう。さて、この先、こっちでいいのかな？でもここぐらいしか、黄色いさ、電撃を使うのがさ、多分この先ぐらいしかないから、この先のやつが変わったんじゃねえかなーと思いながら、憶測だけで進んでいくんだけど、謎解きって楽しいけど、実況向きじゃないよなって思いながら、やってるんだけどさ。この先どうな？動いてる？なんか動いた？なんか音はしてるんだよね。ん？壊すのはできてんだけどさ。壊せるんだけど、これは、ん？なんか上にあるな。なんだあれ なんだこれ。どうせ、とりあえず倒しとくか。ん？これどうしたらいいんだよ。よいしょ。いれいれいれ。よいしょ。はい。よいしょ。はい。はい。よし。メモリージェム型に入った。入ったけどーってかね。あ、これか。これを起動すんのか。するとどうなんの？この機械動くぞ。どうやらさっきの落雷で起動した機械と繋がっているよね。ねえねえ、早く動かしてみようよ。スタート。え？ん？びっくりした。何？そんな？いれいれいれ。これどうすんだ？よいしょ。網戸みたいな感じってことか。リセットってあったな。高いとこ見たい。そういうことか。じゃあ、とりあえずリセットだ。すると、どれやったらいいんだ？トン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 。一番下をやるだけでいける感じかな。入れてて、はいはいはい、オッケー。相手が悪かったな。どう。まあでもあれでしょう。こいつをやる。一回こことかやってみる？あんま関係ないのかな？なんかここの上もさっき見えたような気がするんだよね。なんかチラッと。気のせいかな？多分あれ上やるだけだったら、スタート。トン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 。なんか奈落に落ちていった。あ、そこにあんのか。わかったわかった。ちょ、リセットして。あれだわ。多分真ん中行かなきゃいけないんでしょ。ってことは、ここを壊すだけで多分いける。いけるから。
スタート。こう行って、そこ行って、そこ行ってで真ん中で、なんか岩みたいなやつが、てれってて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 。行こう。これでも、本来の設計なのかな。銀狼の遠い。何それ、かっこいいんだけど。違う違う違う。誰が着るの銀狼、あ、リーガル。似合うね。銀狼の遠いか。めっちゃかっこいいな。遠いと書いて何かと読むみたいな感じじゃないのかな。それっぽい気はするけどな。あ、これで、ソーサーリング、赤になったな。よしよし。これだと戻るだけかな。戻るだけになるのか。ここもだって、落ちたら、いいよね、多分ね。よし、で、やんなきゃいけないことが、この前にあれか、さっき赤いやつがなかったらいけなかったところに一回行って、多分アイテムとかなんだろうなとは思うんだけど。よいしょ。はい、かってぇな。よいしょ。はい。ゼウスがラミアに投げキスされてんのなんか似合うな。なんだかんだでもゼロスも重い過去背負ってる系だよね。重い過去を背負ってない人多分いないよね。重い過去背負わしがちだもんな。シンフォニア、シンフォニアなんでこんなにアベレージ重いんだろうな。全然わかんないな。他ってすごいなんか、なんていうの、アクセントみたいな、基本的に重いというよりはみたいなところはあるじゃん。あー、ダメダメ、落ちる落ちる落ちる。よしよし。で、これ行って、オッケー。これ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 。これは?パワーウェポン。パワーウェポン?あんまよくわからんな。よし、あとは、さっきのあの、ドミノ的な、ドミノじゃないか。あの三つ並んでるやつだから、上行かなきゃいけないのか。えい。よし。でもこれ平井心だよね。どうなんの?あ、出てきた、出てきたけどなんかやばそう。いよいよだな。行くよ。オッケー。まただ、昔と同じだよ。こいつは一体何を言ってるんだ。落ち着いてシーナ、私が訳すわ。我はミトスとの契約に縛られるもの。お前は何者だ。またミトス。デセアラとシルバランと両方の精霊と契約できるなんておかしくないか。そうだよね。ミトスもレアバードで世界を行き来してたのかな。私はシーナ。ボルトがミトスとの契約を破棄し、私と新たな契約を交わすことを望んでいる。ミトスとの契約は破棄されたと言っているの。しかし私はもう契約を望まないですって。どうして?人と関わりは持たない。だから契約は望まない。それじゃあ困るんだ。シーナ、無茶するな。
うわ全員やばいだろ俺。みんな、これじゃあの時と同じじゃないか。あー、コリン。みんなのためにボルト、お前の力を貸せ。敵ですか。魔術る気だぜ。倒せるか。二人で、あ、全然効か、強くないこいつ。死んだけど一人。待って、プレスや、プレスや、ちょっとライフボトル使って、ちょっと待ってくれ。で、回復をアップルグミでしとこう。いや、こいつユニゾンアタックであんだけしかダメージ入らないっていうのが怖いな。プレスや、自分で回復してくれ。やばいぞ。ちょっと待ってくれ。プレスや、ちょっとノイドの回復を。よいしょ。ノイドオレンジ組、いてよいしょ。アイテム使う、いや、アップグリ、やばい、またシーナが死ぬ。よいしょ。もうアップグリに回復しといて、アップル組、やばい、硬いな。もうダメージがさ、あとどんぐらい与えなきゃいけないのか全然わかんないんだよな。アップル組、やばい、ちょっと待ってくれ。シーナ、アップル組、よいしょ。プレスや、回復。あ、死んだ。栄翔してんな。なったプレスやにナイフボトル、ロイド、電気のやつに水で行くのはどうかと。いや、でも回復か、回復要因か。そうかならいいや。あ、倒した。まあ、こんなもんだね。あんま倒した感がないんだよなシンフォニア。ボルトが誓いを立てろと言ってる。さっき言った通りだよ。私は
命がけで守ってくれたみんなのために、そしてコリンのためにも、みんなが住む2つの世界を助けてあげたい。誓いは立てられた。我の力、契約者シーナに預ける。二つの世界の楔は放たれた。待って、訳すわ。相対する二つのマナは今分断された。どういうことだ。マナの流れが分断されたというのは。マナは精霊が眠る世界から目覚めている世界へ流れ込みます。二つの世界で同時に精霊が目覚めたのは初めてのこと。これにより二つの世界をつなぐマナは。それってつまり、シルバラントとテセアラの間でマナが搾取されなくなったってことなのか。わからない。ただ二つの世界の間に流れるマナは分断されたって。そう、二つの世界はやがて分離するでしょう。二つの世界が切り離されるってこと？そりゃいい。それならお互いにマナの取り合いをしなくて済むってことじゃねえのよ。シルバラントに封印は5つ。最後の封印に精霊はいなかったから、4つの封印に対応する精霊を目覚めさせれば、すべてのマナを分断できるかもしれないわ。じゃあ、テセアラの精霊を目覚めさせれば、シルバラントも救えるし、テセアラも衰退しないんだな。少なくとも世界をつなぐマナは消滅し、二つの世界は切り離されるでしょう。そうか、封印には二つの世界をつなぐという役割があったのだな。シーナさんとコリンのおかげですね。二人が命がけでボルトと契約してくれたから、封印の役割も分かったんじゃないでしょうか。あ、そうだよ。シーナとコリンのおかげだ。ありがとう。コリン、ありがとう。コリンの鈴ほど悲しいアイテムないな。そんな明るい曲を聴くような気分じゃないよ。え、でもコリンってさ、そんな、なんかパッて召喚できるようなもんじゃないのかな。さて、いよいよレアバードとご対面だな。シーナが落ち込んでる時にデリカシーがないな。何言ってんだよ。過ぎたことをくよくよ言ってんじゃねえよ。そんな言い方。シーナの悲しみは深く辛い。もうゼロスは少し黙っててよ。へいへい、そんな風に周りが腫れ物触るみたいにするともっと落ち込むんだよ、冒険が。よくわかってんな。普通でいてくれるのが一番楽だよな。ボルトとの契約ができたようだな。おめでとうシーナ。オラチ、ありがとう。早速だからレアバードのありかだ。地図を見てくれ。ここより南東の海中からシーナの式網の反応があった。南東には氷で覆われたフィヨルドのような場所がある。そこがレネゲードのベースの入り口になっているだろう。海中ってことは海に潜るのかしら。いや、それは大丈夫だ。俺は先にここに向かって潜入の手はずを整える。お前たちも後から来てくれ。
よし、早速向かおう。はい、コレットさんを助けるためにも。そうだ、コレットちゃん無事だといいな。はい。行くか。はい、ということで、これだけ見て終わろうか。大丈夫か？ありがとな。お前とコリンのおかげだよ。私、コリンに謝らないと。どうしてだ？コリンに力不足だなんて言っちまったからさ。不足してたのは私の根性だったみたいだ。あの子にひどいことを言っちまったよ。コリンの鈴に祈れよ。鈴に？コレットがよく言ってた。祈るってのは自分の中にいる神様に語りかけることなんだって。鈴に祈ったらコリンに届かないかな。そうだね、祈るよコリンに。ありがとう、それからごめんって。はい、ということでここで一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。